テレポビズ。 JAXA 宇宙航空研究開発機構の宇宙飛行士である野口聡一さんが生まれ育った地元神奈川県を訪れて黒岩知事を表敬訪問しました。野口さんは今年5月におよそ半年間にわたる ISS 国際宇宙ステーションでの長期滞在のミッションを終えて地球に帰還しました。今回はその際、宇宙に一緒に持っていった神奈川県から預かった憲章がデザインされた旗を持ち帰り黒岩知事に手渡しました。